吉田さん、おはようございます。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、吉田洋です。この度エースの CM に出演させていただくことになりました。この CM では皆さんが旅に出かけたくなるような映像になるよう心がけました。大変軽くて、でまた今回の商品はストッパーがついてるんですよね。で常々例えば電車で移動するときにうっかりこうコロコロコロって転がってしまったりして困っていたことが多かったので、あ、これは助かる商品だなと思って大変に重宝しております。大きさ的にもすごくちょうどいいですし、あと幅もなんというか、女性にフィットするというか、大きすぎず小さすぎず、かといって容量が少なくもなく、本当に、色も綺麗なブルーですとかオーソドックスな白ですとか、ラインナップも多いですし、本当に人気商品になっていくのではないかなというふうに思ってます。私イタリアのランペドゥーザ島に行きたくて、もし2週間ぐらいゆっくりお休みを取れる時があれば、ぜひエースのスーツケースに荷物を詰めていきたいと思っています。必ず入れるものはレクウォーマー、足元を冷やさないように心がけているので必ず。でまた滞在先のホテルって全館共通でエアコンが入っていたりするところもあったりするので、足元が冷えないように対策をしております。ドラマの撮影でアメリカのシアトルに行かせていただいたことがあるんですけれども、その街全体にどこかこう日本の香りがするというか、なおかつその地元のアメリカ人の人たちが日本人に対してこう一目置いているというか、リスペクトしている空気が感じられて、すごく居心地が良かったのを覚えています。で海が近いのでお魚も美味しいですし、でなんだろうな、すごく都会的なところもあれば、ちょっと行けばもう本当に緑豊かなのどかな街並みが続いたりして、なんかすごく、狭い範囲でその両方の街並みを楽しめるという意味では、狭い島国の日本に近いのかなという思いもありつつ、ぜひまたもう一度行きたい国ではありますね。私のパートに関してはとにかく一つはありがたいっていうのが大前提でありまして、やはり小劇場でずっとお芝居をやって映像に進出していく女優さんというのは私に限らずたくさんいらっしゃるわけで、その中でも、私のそういう、奇跡を取り上げていただいて、大事にしてくださるっていうのは、なんていうのかな、自分がやってきたことを一つ認めていただいたという気もしますし、またこの CM に恥じない活動をこれからもしていかなくてはいけないなというふうに励みにさせていただく CM になるだろうなと思っています。あとはやっぱもう最初に絵コントを見た状態、見た段階でかっこいいって思いましたので、この CM をきっかけにまた吉田洋という人間を認識してくださる方が増えたら嬉しいなというふう
風に、あのかっこいいエースの CM の人でしょっていう風にこれから言われるようになったら嬉しいなというふうに思います。旅のお供のスーツケースは使い勝手の良さが何より大切だと私は思います。エースにはたくさんの種類のスーツケースがありますので、お好みのものがきっと見つかるかと思います。快適で楽しい旅のお供をぜひ探してみてくださいね。デビューから10年間小さな劇場の舞台に立ち続けた。ドラマや映画の現場でも気持ちはあの頃と変わらない。女優という名の旅はこれからも続いていく。